はい、あれです。高須大の専門チャンネル、今日はホワイトピアとわしがたけに来ております。じゃあ、このパーク系滑っていこうと思います。なんだ、あれ、ボックスでレールがあって、キッカーがあって、変な壁があって、その向こうが、どうぞ。キッカーが3連チャンだね。まだあるね。3メーター、3メーター、5メーターかな。わからんな。わからんで怖いな。うん。今日スキーです。今日スキー履いてます。あのボックスです。ボックスってさ、多分着地地点が、まあいいや。うわ、うまい人がどんどん来てる。あれ、見えんでさ、見えんで怖いな。レールは、これすげえじゃん。ちなみに、横を切るときね、後ろをちゃんと見てますからね。はい。これすごいやん、これ。何これ、これなんていう名前、これさ、ここのさ、壁にさ、スポンサーとかさ、これさ、コキスン TV とか、書いとけばいいじゃん。あー、すごいな。すげえな。これがさ、レールいつも思うけどさ、ガードレールの形しとったら面白いよね。これはパスだわ、俺。これパスだわ。こんなんいけん。キッカー行こっか。キッカー行くしかないでしょ。キッカー行かんと、こいのぼりが泣いちゃうよな。何メーターかな、これ。みんなボーダーじゃん。てかさ、ホワイトピアってさ、なんで若い人多いの。あれも斜面なんだね。多分もう剥ぎ取って、その何、あー、もうそろそろあれだな。雨っていつだっけ。明日が雨か雪なんだよね、確かそうだな。最初のが、多分ね、これスタート地点が近すぎるわ。あそこでブレーキ踏んどるじゃん。多分ね、3メーターキッカーだけど、1メーターしか飛ばなくても大丈夫なキッカーだわ。めっちゃブレーキ踏んどるじゃん、みんな。ほら、穴のろくても着地点が着地できるんだ、多分。1個目はね。2個目はどうかな。2個目はそうだ。こけた。3個目怖いな、あれ。多分5メーターだな。一番向こうが、確か5メーターなんですよ。反り上がっとるな、一番向こう。あー、やっぱりそうだな。一番向こうさ、こけて人がまだおるのか、もういないのか、どっちかわからんな。あの服装覚えとかなかんね。あの服装の人が、コブの隣から横切ったら、もう人がいない。あれはやばいこけ方だな。でも雪が、ボサボサだから、あの人は起き上がろうとしてるね。あ、起きた。よし、行くわ。いや、こんなところでブレーキ踏んだら、多分ね、やっぱブレーキ踏みたいね。踏みたくなるね、ブレーキ。反り上がっとるな。あ、ウェーブだ、ウェーブ、ウェーブ。わー、ちょっと待って。すいません。芋引きました。なるほどね。めっちゃ反り上がっとるが。俺、こういうさ、キッカー、反り上がっとるキッカーのさ、バランスの取り方知らないんだわ。多分、トップとかね、あと、ボーダーだったら、ノーズをね、ぐっと、壁に押し付けて、反動をもらわないとダメなんだよ、多分。それがさ、俺できないんだわ。こうや、ちょうど芋引いたわ。いや、距離的には大したくないよ。5メーターキッカーだよ。5メーターキッカーだけど、10メートル。うまいな、この人は。すげえな。あ、飛び慣れとるわ。
飛び慣れとるわあれYouTuber さんだわ。ああリフト全然並んでないじゃん、ほら祝日なのに。うん、わあ今日ちょホワイトピアね、ありだよ、ありあり、全然並んでない、ほらキッズパークいいね、キッズパークあの高須のパークのキッズパークの、さ20分の1の面積ですね、うん、さあ、動画を切り離す、うん、じゃあね、うん、チャンネル登録よろしく。